全ての始まりは一通のメールだった。デジタル世界に導かれ、少年たちの新たな冒険が始まる。物語の舞台はコンピューターネットワーク上に存在するデジタルワールド。未知の世界へ足を踏み入れた少年たちはデジモンと共に旅に出る。安田鈴仁デザインによる魅力的なキャラクターたちが物語をさらに盛り上げる。主人公と同じく異世界に迷い込んだ少年少女たち、彼らは時に戦い時に助け合いながらデジタルワールドへたどり着いた理由を解き明かしていく。そしておなじみのデジモンが多数登場。新たな出会いが様々なフィールドで待ち受ける。デジモンを連れて広大な世界を駆け巡ろう。旅の途中で様々な意思を示すパートナーデジモンたち、状態を読み取り答えてあげよう。敵とのバトルでは指示を出してサポート、パートナーを勝利へと導こう。トレーニングによって戦闘能力を鍛え上げておくことも大切。デジモンは時間とともに成長し、そして様々な姿へと進化する。冒険の途中で訪れるパートナーとの別れ、新たな生命デジタマとなって能力を引き継いでいく。最強のデジモンを育て上げろ。次第に明らかになるデジタルワールドの危機、様々な出会いと別れを繰り返し、冒険の先で少年がたどり着くものとは。プレイステーションポータブル専用ソフト、デジモンワールドリ・デジタイズ、2012年発売予定。